プロ野球選手の中には、高校時代はエースとして活躍しながらも、プロでは打者としてプレーする選手も少なくありません。しかし、中には打者でありながらもチーム事情で投手を務めた選手もおります。今回はエースではなかったけど、甲子園で登板経験がある野手について紹介していきましょう。甲子園で登板経験がある野手、一人目、岡本和真。5年連続で30本塁打を放っている巨人の岡本。高校時代から世代屈指のスラッガーであったが、実は甲子園でもリリーフ登板経験がある。智弁学園では1年秋から4番を担い、3年生では同じ巨人の廣岡と共にクリーンアップを組み、春夏連続で甲子園出場。選抜の初戦では2本塁打を放つなど、その実力を遺憾なく発揮。続く、2回戦ではオリックスの田島率いる佐野日大と対戦。試合は接戦となり、同点の9回から岡本が登板。9回は三者凡退に抑えるが、10回にヒット、四球、フィルダースチョイスで無四満塁のピンチを迎える。しかし、その後は2者連続三振を奪い抑えるが、自打者にサヨナラ打を浴び、敗戦。夏の甲子園では初戦で、西武の岸率いる明徳義塾と対戦。満塁本塁打を打たれた直後の、ビハインドの7回途中からリリーフ登板。その回は抑えたものの8回は岸に安打を許すなど、2失点、点差を広げられ、チームは敗れた。打者としては結果を残した岡本であったが、投手としては2試合とも勝負どころで失点するなど、悔しい結果となった。甲子園で登板経験がある野手2人目、杉谷拳士。現在は本業の野球よりテレビの活躍が注目される杉谷だが、高校時代は名門、帝京で1年からショートのレギュラーを務めるエリートであった。そんな帝京は2年生4番の中村晃を中心に、ベスト8まで進出。予選を含め、杉谷の登板はなかった。そして、準々決勝で智弁和歌山と対戦。試合は序盤から投手陣がつかまり、8回まで4点ビハインドと苦しい展開。しかし、9回にエースに代打を送り、それが功を奏したのか大逆転。その裏に控え投手が登板するものの、ストライクが入らず、3失点、1点差に詰め寄られ、暗雲が立ち込める。そんな劣勢の中、気持ちの強さを買われ、杉谷が緊急登板。もちろん、投球練習はしていない。気持ちの強い杉谷でも甲子園の空気に飲まれたのか、初球にまさかのデッドボール、1球で降板となった。後続の投手も抑えられず、チームはサヨナラ負け。運悪くか杉谷の出したランナーがサヨナラ点となり、甲子園で唯一の1球で敗戦投手となった。ある意味、当時から持っている、結果となった。甲子園で登板経験がある野手3人目、万波、中正。今年自己最多の14本塁打を放ち、ブレイクした万波、強肩が魅力である彼も横浜高校でも、甲子園での登板経験がある。横浜高校で1年春からベンチ入りし、夏の大会では推定135メートル打の放つなど、下級生から強打で注目を浴びていた。1年秋の新チームでは目立った投手がおらず、強肩を買われ、増田と共に投手も兼任。その時の捕手は福永だった。夏の県大会も勝ち抜き、2年連続で甲子園で出場。甲子園では初戦で田浦率いる秀岳館と対戦。3点ビハインドの7回から登板し、簡単に2アウトを取るが、その後満塁のピンチを招き、降板。後続の投手が打たれ、2失点。その裏に福永の本塁打で反撃したが、チームは敗れた。三連次も投手も兼任し、県大会の決勝でも登板したが、他の投手が成長したこともあり、甲子園での登板はなかった。甲子園で登板経験がある野手4人目、丸山、和也。劇的なサヨナラ打でヤクルトのリーグ優勝に貢献した、
ルーキーの丸山。俊足が売りな彼も甲子園での登板経験がある。前橋育英では2年夏に5番センターで甲子園出場。初戦の嘉手納戦でビッグエンドの9回に登板し、無失点に抑える。新チームでもセンター兼投手で先発出場。しかし、その時のエースが怪我で出場できなくなり、丸山がエースナンバーをつけた。初戦の中村戦では1番投手として5回無失点に抑え、勝利投手に、次戦で敗れたものの丸山は、7回無失点と大会を通じて無失点に抑えた。夏の大会では背番号8で甲子園出場。3回戦で優勝した花咲徳栄戦で満を持して先発。しかし、西川と野村に連続長打を浴びるなどし、3回5失点で降板。チームは敗れた。甲子園では1番打者として5割近い出塁率。そして1試合4盗塁。投手としては4試合で無失点に抑えるなど、まさに総攻守で活躍を見せた。今回はエースではなかったけど、甲子園登板経験がある野手について紹介していきました。やはり、本職ではないからか、思うような投球ができない選手が多かった印象です。以上、ご視聴ありがとうございました。今後も野球関連の動画を上げていきますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。